腹立つアボケお疲れ様です腹立つアボケお疲れ様です腹立つアボケはいお疲れ様です お疲れ様です今日はちょっと私が、はい、あの営業、現場管理してる時代に、うん、はい、実際にあった話、うん、ちょっと怖い話、うん、怖い話をちょっと話そうと思って、はい、ちょっと前の話なんですけども、うん、はい、あの、まあ、アパートの、うん、はい、アパートに点検っていうか、うん、過去にやったアパートのアパートになんか雨漏りが発生したっていうので、うんうんうん、はい、それの点検に私一人で行ったんですね、はい、オーナーさんとそのアパートで待ち合わせしてて、うん、で行ったんですよ、うん、でお前なんか喋るって、はい、最近コメントで書いてあるからお前覇気がねえとかお前なんか頭難しいこと考えてかっこつけずもんねお前またこのシャープルな感じやボケがする、まあ、うん、アパートに雨漏りの点検に行ったんですよ、うん、オーナーさんと一緒に、はい、何やもう一個だけ言いました、まあ、アパートに雨漏りの点検でオーナーさんと行って、うん、で結局現場管理の時だね。あ、そうですね、現場管理してる時ですね。っていうのは、はい、要は営業が決めてきた案件をいろいろ決めたりとか打ち合わせしたりとか、そうですね、お客さんと、はい、いろんなことをやる中で、はい、まあ、現場に行くんでしょ。はい、でそうです、そうです、うん、で行ってで雨漏りの箇所がその、うん、アパートの住人さんの一人がその、まあ、申告っていうか、うん、言ってきた内容やったんですね。オーナーじゃなくて、オーナー、アパートの、そうですね、アパートの住民さんが、うん、オーナーとか、まあ、管理会社に相談をして、うん、でオーナーさんが、はい、あの塗り替え道場に、うん、あの見てほしいっていうふうに、まあ、過去に施工したお客さんなんで見てほしいっていうふうに、うんうん、はい、あの依頼をくれたんですね、うん、でそのオーナーさんは詳しき場所が正直分かんなかったみたいで、そうです、はい、その報告してくれた住民さんのうちに、うんうん、あのオーナーさんと一緒にピンポンしに行ったんですよ。住民さんだよね、賃貸で借りてる人、ね、あ、そうです、はい、うん、あの、はい、部屋に住んでる賃貸で借りてる住民さんに、うん、はい、あの場所どこか聞くためにピンポンしたんですよ、うんうん、まあ、オーナーさんがピンポンインターホンして、私その後ろにこう立ってたんですよ、オーナーさんの斜め後ろぐらいに、うん、で、まあ、住人さん出てきたんですよ。なんかすごいなんか不機嫌そうっていうか、すごいなんか、うん、怒ってる感じで、なんか、うん、はい、何みたいな、おじ、結構な、うん、ピンポン押しただけで、ピンポン押して、それ出てきて、うん、まあ、ちょっと、ね、はい、結構年配な、何も喋る前から怒ってたの。あ、そうなんですよ、なんかすごいなんか怒ってて、で、オーナーさんもまあ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 みたいな感じで、ね、そんで、なんか、まあ、すごい怒ってはって、なんか、うん、まあ、ちょっとオーナーさんなんかわごちゃごちゃなんかしてたんですよ、何しに来てんみたいな感じで、うん、住人さん言ってて、うん、なんかオーナーさんとなんかわちゃわちゃ、でもそこの家がもう部屋が雨漏りしてる箇所でしょ。部屋っていうか部屋ではないんですけども、うん、共用部分の階段のところがなんか軒天から水出てるみたいな感じなのを申告してきた、うん、報告してきたのがその、あ、そういうことか、この住人さん、この人が教えてくれたんです、はい、ここは雨漏りしてるように直してくれよーって、はい、でそれでちょっと挨拶がてらちょっと詳しく聞かせてみたいな、そうですね、詳しく聞かせてって言ったらすんごい怒ってて、はい、でなんか何しに来てん、うん、ほんまにみたいな感じでめっちゃおじいちゃん怒って、うん、ってほんまにほんまにって言ったで、まあめっちゃなんか知らんけどすごい怒ってて、うん、なんかオーナーさんとすごいなんか なんかわちゃわちゃしてたんですよ、うんうんうん、でそしたらあのその住人さん家の中に入ってったんですね、うんうん、入ってって扉パタンと閉まって、うん、でなんか住人とか住人とかこう家の中入ってって扉パタンと閉まって喋ってる途中に喋ってる途中になんかさーってもう家の中入ってって、うん、で、はい、なんかてんてんてんみたいなオーナーさんと、うん、なんか大丈夫なんですかねって私オーナーさんに言って、うん、多分みたいな、うん、オーナーさんもそう多分大丈夫みたいな、うん、ガチャって出てきたんですよ住人さん、うん、はい、そしたらなんか刃渡り15センチぐらいのサバイバルナイフ、はサバイバルナイフ、サバイバルナイフでした、自宅じゃないです、そうです、そうです、なんか私も最初それなんか包丁かなと思ってたけど結果、まあ、サバイバルナイフやったんですよ、オーナーさんに向かって突きつけられてるんですよ、オーナーに、オーナーに、オーナーにこうやってなんか、うん、おいみたいな、捕まえて、なんかお、そっち反対の方の手をどうしてたかはちょっと正直覚えてないんですけど、うん、うん、おいみたいな感じで、うん、なんかもうでオーナーさんもなんか捕まれてましたね、多分オーナーさんも反対の方の手で、うんうん、捕まれてて、はい、で私やばって思ってもう、うん、逃げたんですよその場から、うん、逃げた、逃げました、逃げちゃったんですよね、逃げて、うん、でもオーナーさんが追ってこなくて後から来なくて、うん、はい、うん、あ、やばいって思ってもうバーンって出てきた瞬間にバーンって逃げたんだ、ってにそう、うん、包丁もサバイバルナイフ持ってきたからもう私その瞬間逃げて、うん、はい、
でもオーナーさんが後ろからついてこないんで、うん、ちょっと大丈夫かな、やばくない、刺されたんちゃうかってほんまに思って、うんうん、でも戻るわけにもいかないんで、とりあえず戻れんよね、で、通報したんですよ。僕だったらヌンチャク持って戻りますけど、で、通報したんですよ、逃げて、うんうん、はい、で、なんか警察に通報したんだ、警察に通報しました、うん、そしたら、まあ、すぐ来てくれるっていうことになって、うん、もう、うん、はい、で戻ろうにも、オーナーさんが心配だったんですけど、戻ろうにも戻れなくって、うんうん、はい、現地は待機してたの、警察呼んで、警察呼んで、で、私はもうずっと、もうその逃げた先で待ってたんですよ、うん、まあ、マンションから、まあ、50メートルぐらい離れたところに、車の中じゃなかったです。もうちょっと外に待ってたの、待ってたんですよ、うん、マンションから50メーターぐらい離れたところで待ってて、うんうんうん、で、オーナーさん一向に来なくて、ほんま大丈夫かなとか思って、うん、はい、まあ、そしたら、まあ、そのうち、まあ、オーナーさんも帰ってきたんですよ、うん、帰ってきて、はい、あ、え、大丈夫でしたかみたいなったら、うん、あ、大丈夫でしたみたいな、オーナーが、オーナーさんが、はい、そうだ、あ、全然大丈夫ですみたいな感じで言ってて、はい、で、住民の方、あの方、どうなったの、大丈夫、そうなんですよ、で、なんか、まあ、聞こうと思って、うん、住民の方はどこに行きましたかって言ったら、あ、もう家の中戻られましたみたいな言って、普通なんですね、結構本当にオーナーさん結構普通な感じやったんですよ、で、私、うん、ちょっと通報したんですけどみたいな、びっくりしちゃって通報したんですけど、うん、みたいなって言って、うんうん、なんかで、オーナーさんと、まあ、あ、全然いいですよみたいな風にオーナーさんも言ってて、うんうんうん、で、まあ、ちょっともともとああいう感じなんですよね、あの人って。ちなみにうちはもうあの対策しとるんだよね、うちの会社として、まあ、これは本当結構問題だったんですけど、はい、社内的にも、で、女性のプランナーとかも結構多いから、はい、今は結局家の中にも入らないとか、そうですね、なんか男がおったら、男一人の家庭とかだったら別に断ってもいいよみたいな感じです、はい、そうだね、うちの家でプランナー、女性プランナーで一人で現場とか行って色決めたりするけど、はい、まあ、できるだけ一人で、お客さん男性の時は一人で家の中は入らないとか、はい、いろいろルール決めてるんだよね、はい、どうなったの、まあ、で、なんかもともとちょっとそういう人やったから、まあ、うん、警察に通報をちょっと慌ててしちゃいましたってことを言って、もともとちょっとそういう感じの人だからもう全然構わないですよっていうふうに言ってくれたんですけど、で、警察来て、うんうん、で、あのその住民さんを連れてったんですよ、パトカーに乗して、うんうん、あ、連れてったの、一応警察、連れてきました、連れてって、で、私とオーナーさんもその現場に居合わせた人っていうことで警察に連れて行かれたんですよ、うん、あ、引っかれたんです、まあ、なんか事情聴取みたいなのしたいからって言って、うん、オーナーさんと私も連れてかれて、うん、結構私も長い間拘束されたんですよ、うん、はい、結構多分もう昼の2時ぐらいに多分警察に行って、はい、6時ぐらいまで多分警察に署におったんですよ、うん、そんなにっすか、まあ、でも実は私、そのこれが起こる2日前にも警察に電話してんですよね、うん、なんでなんで、家にヤバいのが来て、なんだ、いや、なんかピンポンって夜8時半ぐらいかな、ピンポンって来て、うんうん、はい、なんか宗教の会員じゃないの、じゃないです、あの本当にあのモニターあるじゃないですか、うん、どこですか、モニター、え、あのインターホンのモニター、はい、あのモニターを見たらなんか手でこうやって塞いでんですよ、うわ、え、これやばくねみたいな風にお父さんのお母さんってやばいって言って通報したんですよ、うん、私その場で、うん、で、通報したら結構その人そこら辺の家結構やりまくってたらしくて、なんでピンポン出しじゃなくてピンポン待ちってやつを、ピンポン出しじゃなくてピンポン待ち、それでピンポン待ち、はい、で、まあなんかピンポン待ちって、でも手当てるかどうかも分かんでしょ、まだこっちとかに見えしかないでしょ、だって真っ暗だもんね、分からん、あ、なんか一応なんか、いや、手っていうのは分かったですよ、写真あるんですよ、これモニター…唇じゃないですか、それ注意してます、あ、社長、いい、はい、あ、手だ、なんかこんなんか結構ぽっちゃり系だね、あ、でも、これ犯人も撮れたんですよ、これちょっとさすがに画像には出せるんですけど、え、どれ、あ、マジや、マジです、これ僕、俺じゃねちょっと、やばい、私の住んでた市内、結構なんか うろついてるみたいな感じらしくて、もう今捕まったでもおかしいんだよね、多分、いや、でも多分なんか、いや、なんか釈放されたみたいなのは聞きました、まあでもこんなんだって一回捕まったけど、まあ、そうですよね、ピンポンしても迷惑行為みたいな感じで、うん、精神障害みたいな感じで、だから釈放されたみたいな、うん、よし、じゃあ終わりますか、はい、そうですね、まあそんなことがありましたね、まあちょっといろいろ面白い話があったと思うんですけど、はい、はい、うん、まあ、求人道場、またぜひみんなやってください、はい、結構ね、はい、あの、採用も決まっとるみたいなので、ぜひ、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、足元の勉強会で、まあその
まあ、これやるってまだ特に決まってないんですけど、うん、まあ、みんなでとりあえず、まあ、いろんなことを話し合って、まあ、その、うん、まあ、でも最初のはベトナムの実習生問題とか、うん、まあ、あとは、まあ、その体型じゃないけど、まあ、こういうふうに俺らはその残業しないように、うんうん、その段取りの組み方をこうやってやってるよとか、情報交換みたいな、情報、お互いの情報交換、勉強会みたいな感じだよね。そうですね、お互いの勉強するための勉強会みたいなのを、うん、まあ、やぜひやっていけたらなと思うんで、うん、まあ、で会場借りて、まあ、勉強会して、でみんなで、そうですね、俺もさ、お酒も参加したいなと思ってるね、まあ、オフでつながる、まあ、最近俺もあのインスタによく来るんだ、なんかやってください、はい、で、まあ、ちょっとコロナ落ち着いたら、はい、イベントも考えてますって、大きいイベントもちょっと考えとるんで、はい、まあ、それはもうみんな誰でも来れるようなやつ、ね、そうですね、でみんなでバーって、でそっちはまあ単純な勉強会だね、はい、足場の建設会社集めて、単純にそうですね、で仕事の紹介とか回し合いとか、はい、まあ、横つながりがある方がいいもんね、はい、そんな感じです、はい、ちょっと最近ね、ちょっと、まあ、ちょっとバタバタしとるもんで、はい、また9月、10月でもう繁忙期に入ってくるんで、ちょっと忙しいんでね、あれですけど、はい、またちょっと面白い動画作っていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録といいね、お願いします。お願いします。また見て、また見てね。まあ、うん、アパートに雨漏りの点検に行ったんですよ、うん、オーナーさんと一緒に、はい、いや、もう一個だけ言わして、はい、こいつは別に俺になんかコメントあるんだわ、社長に気使ってなんか最近ミッチー吐きないとか、これちゃうからね、インスタやり始めて女の子とか絡み合っちゃうから、俺全然関係ないからね、こいつ一つ言ってるんですよ、俺からも関係ないですよ、俺の圧が強いから、いや別に違うですよ、そのインスタは関係ないですよ。ちょっとアンチコメントにへこんでます。あ、アンチコメントにへこんでます。結構年配な、何も喋る前から怒ってたの。あ、そうなんですよ、なんかすごいなんか怒ってて、でオーナーさんもまあ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 みたいな感じで、飯食っとったんじゃないです。飯食っとったから、それはうんこしとったら多分半分切ってきたからってケツキッチからやるんで、半分切ってきたやんけこらってちょっと怒ったんですよね、半分でどうやんけやなってグーってやったやんけ、中途半端にこれは切れるのも無理ない余るよ。ガチャって出てきたんですよ、住民さん、うん、はい、そしたらなんかナイフ持ってたんですよ、その住民さん。そうでしょ、ナイフ持っていくかちゃって出てきて、フォークとナイフじゃないの。飯食っとったぜ、飯食われて、なんか本当になんか、はい、まあ、そしたらまあそのうちはオーナーさんも帰ってきたんですよ、うん、帰ってきて、はい、あ、大丈夫でしたかみたいなやったら、うん、あ、大丈夫でしたみたいな、オーナーが、オーナーさんが、はい、そうだ、で、なんか、え、あの住民の方はビビりやってなかった、サバイバル後みたいな、全然そうなってなかったです、本当になってなかったです、普通に大丈夫です、普通に、あ、全然大丈夫ですみたいな感じで言ってて、で、住民の方はみたいなやったら、刺したってことです、戻ってきましたよ、あ、逆に刺したってことです、刺したってことです、シーンとかもなかったですからね。本当に